札幌市東区の生活用品店です。あ、値上がりしてます。従業員が行っていたのは値札の付け替え。カタログで仕入れ価格を確認し、値上げした商品に新しい値札を付けていきますが、今年はなんと店にある商品の4分の3が値上げしているといいます。去年は10日ぐらいで終わったことが、今年はやっぱり1ヶ月かかるんじゃないかなと思ってやってます。例えばこちらの鍋は税込みでおよそ80円の値上げ。またザルも100円値上がりするなど、ガラス製品やステンレスを使った調理器具を中心に価格が改定されていました。背景にあるのは、激しさを増すロシアのウクライナ侵攻、日本政府や各国によるロシアへの経済制裁の影響などで原油価格が高騰しているのです。本当に高くなりましたね。何でも何十円って上がってるから、利益を削って皆さんに少しでもお役に立てればなと思っています。ウクライナ侵攻の影響は道内の企業にも直撃しています。小樽市の自動車販売店です。28日から4日の間に入る予定だった船が、それが未定になった。いつ入るか分からないです。今月500万円分のタイヤをロシアへ輸出する予定でしたが、貨物船が入港せず、ロシアの通貨が暴落し、日本での買い付けを諦めるロシア企業が続出したからです。今後多分注文自体が入らないと思います。200本ぐらいタイヤ積む予定だったんですけど、それができなくなったんで、まあ、商売にかなり影響は出てると思います。影響は私たちの食卓にも。イクラやホタテなど何とも贅沢な海鮮丼、中でも目を引くのは大きな存在感を放つボタンエビです。小樽市内の丼店です。店で使用しているボタンエビはロシア産でした。間違いなく多分ロシアからのボタンエビの、量が減ってくると思いますし、まあ、かなり価格の影響も出てくるのかなということで、今のからも懸念してますね、はい。コロナも、まあ、落ち着いてない状況の中で、他の国の情勢の中でね、この自分たちが扱う食材まで、まあ、高騰するとなると、本当に何をどうしてやっていけばいいのか本当にわからない状況ですね、はい。先が見通せないウクライナ情勢、もはや生活への影響は避けられない状況ですが、事態を見守るしかないのが現状です。